先日配信されたカーパのアプデは楽しめてるかい？ああ、めっちゃ楽しめてるぜ。特にシルビア S13 が追加されたのは興奮しすぎたぜ。今回のアプデ内容をまとめてみよう。もちろんさ。まずは新車からのおさらいからだ。ブザッキシロン、フォードマスタング、フォード F150 風にトラック、ダッチディプロマット、S13、フォード F150、フォードマスタング風にコーン RTRV に、が追加され、新マップには配送な高級住宅街や商業ビル、バイパスなどが追加されたよ。さらにはコスチュームのラインナップの追加、カーセッティング関連ではストロボが追加されたのも衝撃だったね。てな感じで盛りだくさんなアプデだったけど、今回は個人的に革命的と感じた追加機能を紹介するわね。それは楽しみだぜ。今回追加された機能の中で一つ紹介してなかったのがあるけど、何かわかるかな？うん、そういえば設定項目に何か追加されてたんだよな。幻覚か何かだったのかな。ちょっと見せてほしい。これなんだが。よく気づいたね。これはカスタム UI の設定項目なんだ。カスタム UI ってなんだ？それについて解説していくね。まずはカスタム UI の設定場所についてだけど、至って簡単だからサクッと教えちゃうね。教えてくれ。設定の歯車ボタンを押すとこのような画面になる。すると EDITHUD があるから、それをタップすることでアクセスできるぜ。ちなみにガレージ画面からではアクセスできないので注意だ。オッケー、わかったぜ。先ほどの EDITHUD を押すとこのような画面になると思う。そもそも UI って何なんだ？ UI とはユーザーインターフェースの略のことで、我々ユーザーと端末とのやり取りの際に表示する操作画面や操作方法を表示するもののことなんだ。つまり、今映っている一つ一つが UI だと思えばいいよ。なるほどだぜ。一つだけ黄色になってるけど、これは何を表してるんだ？これは UI を選択すると黄色くなるんだ。黄色くなることで大きさを変更したり場所を移動したりできる。HIDE は UI を隠すことができて画面をスッキリさせることができ、 DEFAULT は元にあった場所を大きさに戻せるよ。 SCALE ではゲージ操作で大きさを変えることができて、 SAVEXIT はセーブしてこの画面を終了するぜ。これで操作はバッチリだ。では次に移ろう。てな感じで紹介してきたけど、結構自由にカスタムできるんだ。その柔軟さを利用したおすすめのカスタム例を3つ紹介するよ。気になるぜ。まずはこれ。全体的に大きくないか？それもそのはず、押しやすいように小さかったボタン類を大きくしてみたんだ。今まで操作しづらかったボタン類を左上に固め、見づらかったマップも大きく広げてみました。また操作しづらかったウインカーも大きくして右上に配置してみたぜ。だいぶ改善されたな。では次の例を見ていこう。なんかすごい左に偏ってないか？それもそのはず、ステアリング周りに操作盤を置いてみたよ。なんだか、すごく操作しづらそうに見えるけど、何かメリットはあるのか？リレル対策よ。リレル対策？なんだそれ？リレルにはいろんな種類あるけど、一部のリレルにはタッチ操作を無効にしてくるものもあるんだ。このようにステアリング周りにボタン類を置くことによって、リレル外でも操作できるようになるんだぜ。リレル対策にもってこいってことだな。今回はアプデで追加されたカスタム UI について紹介してきたけど、どうだった？ああ、今回追加された中でも革新的な要素だったね。カスタム UI のおかげで一人一人操作しやすい環境を作れるようになったね。このゲームはどこまで自由になっていくことやら。今回紹介した配置例はあくまで一例に過ぎないから、他にもっと良さそうな配置があればコメント欄までよろしくね。ではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくおなしやす。Twitter のフォローもよろしく頼むぜ。では良き CPM ライフを。